池田満に関する調査書。池田満緑都学園3年生3月生まれ A 型。昨年度は緑林寮の寮長。寮では手塚忍と同室。台東区の寺、法隆寺の長男だが実は養子である。実の両親については不明。2週間違いで生まれた弟正人がいる。学外に女性ファンが多く、昨年度のバレンタインデーにおけるチョコレート獲得数は47個に達する。中学時代は不良だったという未確認情報はあり。突起事項。顔面に受けた傷は数十秒で治癒する。うん。だいたいいい線いってるかな。次は？お、旬のがあるぞ。木更木旬。緑都学園2年生、9月生まれ、AB 型。寮では手塚忍の隣室。静岡県の観光旅館、キサラギの長男として誕生。しかし、生物学上は男ではあるが、サラサラのロングヘアをはじめ、外見上はどう見ても全く女にしか見えない。失礼しちゃうな。旬の下には13歳のレイナ、1歳のユイという2人の妹がいる。あ、そこ違う。レイナは弟なのに。間違えるのも無理はないけどな。いや、許せないな。こんないい加減な調査してるなんてさ。水は冷たいでしょう。何するのよ、忍ぶバカ。渚、女のくせになんだ。弟をいじめるんじゃない。私がいじめられたのに。忍ぶ、謝りなさい。謝ったらこれ返してあげる。ああ、レーダー作戦ゲームか。欲しいのなら姉さんにあげるよ。渚、物を粗末にするなとあれほど言っているのに、少しは忍を見習ったらどうなんだ。私の人生は弟忍への復讐の人生だった。出来の良すぎる弟を持った姉の恨み。私は忍の弱点をつかむためにあらゆる手を尽くした。忍と同室の池田満という美形を誘拐したりもしたみたい。とりあえずお洋服を全部いただきなさい。でもそれさえもあの冷血動物の忍にしてやられ。また同じようなことを繰り返すなら容赦しませんから。この事件はコミックスの2巻に出てるよ。そしてかわいそうな私はいつも忍の陰で泣いてばかり。私はこんなにボロボロに傷ついてしまった。二度と立ち直れない。ああ、もう男なんてたくさんだわ。男なんて。よろしい。さて、今朝はお知らせがあります。私は美少年趣味もほどほど嫌になったわ。今日から女の子に転ぶの。あなた、え、かわいいわね。お小遣い欲しくない？お姉さんの部屋ここなの。お姉さんの言うことを聞くんならいくらでもあげるわよ。
お小遣い？そうよ。いくら欲しい？3万円。あら。お帰りなさいませ。ごゆっくり。このマンションはね、まだ買ったばかりなのよ。安物なんだけど、立地条件が良かったものだから、つい衝動買いしちゃって。綺麗だ、髪ね。本当に可愛い。おはよう、スカちゃん。やめろよな。いつまで寝てるの。朝ごはんの時間とっくに終わっちゃったよ。眠い。お前今年はまだ帰らないの？あのね、今日レイナが遊びに来るの、一人で。それで今晩と明日は一緒に都内の親戚の家に泊まってね、明後日帰るんだ。あなた男ね。すっかり騙されたわ。騙してなんかないもん。僕女だなんて言ってないじゃない。だけど信じられない。あなた名前は？キサラギレーナ。なんですって？ひょっとして緑都学園にお兄さんいる？うん、お兄ちゃまはシュンだよ。忍の隣の部屋の髪の長い子ね。間抜けな更新所だわ。キサラギレーナは妹だなんて書いてある。そうなの、あなたキサラギシュンの弟。なんてことなの、復讐のためのコマが一人でに飛び込んでくるなんて。痛い。思春期の子だぞ。もっと優しくしないとグレちゃうんだぞ。お黙り。あなた自分の立場が分かっていないようね。この子を見張っててちょうだい。扱いは丁重にね。 A はこっちへ来て。はっ、渚お嬢様。今日があなたにとって最悪の屈辱の日になることも知らずに。忍ぶめ。お嬢様もひどいことするな。こんな女の子泣かせるなんて。参ったぜ。俺女の子は苦手だぜ。チーズ蒸しパンが食べたい。なんだと？チーズ蒸しパンが食べたい。おい、どうするんだよ。お前買ってこいよ。お嬢様、パン代後で出してくれるかな。領収書もらってこいよ。ああ。これよ、この充実感。私は今復讐の炎に激しく燃えているわ。ええ、電話を。は、覚悟することね、忍。レイナ、今朝早くの新幹線で来るんだ。もうすぐ着くと思うからさ、お菓子とか買いに行くの付き合ってよ。そんなことで人を起こしたのかよ。211号室の池田くん、お電話です。はい、池田ですけど。もしもし、僕白泉高校の那須という者です。はじめまして。は？突然電話しちゃってどうも。その妹に頼まれちゃって。はあ。実は僕の妹の幸恵が池田さんとどうしてもお話したいっていうものですから、今妹と代わります。うん。もしもし、みつるくんですか？幸恵です。私、みつるくんのこと街でお見かけして前から憧れてたんです。今すぐ窓から外へ出て塀を乗り越えなさい。こちらには人質がいます。逆らうと友達が悲しむことになるわよ。人質？誰のこと？
お利口ね。今度はそこから40メートル東のタバコ屋へいらっしゃい。味見堂のレモンパイが食べたい。うるさい、おとなしくしてろ。思春期だぞ、大事にしないとさっきのお姉さんに言いつけるぞ。どうしやすか、しょうがねえな。おい、俺が買ってくるから D、お前ちゃんと見張ってろよ。へっ。なんだっけ、味見堂のレモンパイ。チーズ蒸しパン、チーズ蒸しパンと。あなたもお元気そうで何より、やることがちっとも変わってませんね。はじめに言っておくけど、あなたの動きは手に取るようにわかるのよ。だから私が言う通りになさいね。いいえ、あなたとはなるべく関わりを持ちたくないですからね。僕は部屋へ帰って昼寝しますよ。お待ちなさい。人質がどうなってもいいの？構いませんよ。姉さんのような美人に襲われるのなら、その人も満足でしょうしね。それじゃあこれで失礼。お待ちなさいってば。あ、待って、みつるくん、もっとお話しさせて。あんたね、人質が誰なのかも聞かないつもり？言いたいんなら言ったらどうですか。あはは、では教えてあげましょう。ここにいるのは如月玲奈くんよ。あなた、お隣の俊くんが泣くことになってもいいの？ま、それじゃあ一応要求を聞いておきましょうか。そう、そんな風に素直になればいいのよ。ではそこから400メートル離れた花夢公園へ行きなさい。ただし、全力疾走で突っ走るのです。あのさ、俺も用事あるしさ。わかりました。じゃあまたお電話しちゃいますね。みつるくん、さようなら。いいわね、全力疾走よ。手を抜くとすぐにわかりますからね。では走りなさい。なんなんだ一体、変な女。はい、フラワーレジデンスの9階へ行ってくれ。さてと。しのぶ、どうした？あのですね、ちょっと俺ティラミスとかいうやつを買いに行ってきますんで、このガキの見張りお願いしたいんすよ。B と C はどうした？二人とも買い出しです。なに？じゃあ頼ますよ。ん？ドキ。しのぶのやつ、どっから電話なんてかけてきたんだ？あ。フラワーレジデンス？ま、行ってみるか。このレモンパイね。ああ、領収書もね。あれ？スカちゃん。ん？スカちゃん。なんだよ。あれあれ。え？見覚えない？あれ、しのぶ先輩のお姉さん。なんでこんなとこに。怪しいよ、絶対に怪しいよ。しのぶ！この部屋暑い！我慢しろ。おじさんの格好も暑苦しい。ね、お前、自分の置かれた境遇ってもんを理解してんのか？気持ち悪い、シャワー浴びさせてよ。シャワー？別にただの買い物じゃないのか？特に怪しい素振りも見えないし。何言ってんのさ。グリーンウッドの近所歩いてるだけで十分怪しいじゃない。考えすぎだと思うけど。スカちゃんは考えなさすぎだよ。あいつがいるってことは、しのぶ先輩のお姉さんもこの辺にいるってことじゃない。おいい、あのしの
先輩のお姉さんだよ。あの変質者の変態の SM の女王のお姉さんだよ。絶対なんか企んでる。僕たち今まで散々迷惑こむってるんだからね。今回は先手を打ってやる。あ、あんたは、なるほど、そういうことか。味見堂のレモンパイが。忍ぶはどこだ！卑怯者！そんなものはねえよ。ないんすか？あんな、うちはゲームソフト専門店なんだよ。え？わかる？ティラミスってテレビゲームの題名じゃないんすか？なめとんのか、え？おやんちゃん。いえ、そんな、すんません。覗かないでよ。そう言われると、つい。にして、あ、何回に行ったのかわかんないよ。おい、これ。え？909号室階段だ。おめえはなぜこんなところに。あんたこそなんでこんなとこにいるんだ。馬鹿にするのもいい加減になさい。聖徳使徒はどうしたの。僕が姉さんの言うことをおとなしく聞くと思ってたわけじゃないでしょうね。いずれ聞くようにしてやるわ。いいこと、これは命令です。フラワーでして909号室いらっしゃい。うるせえ。アスカ、ミツル先輩。あれ、シュン。おっと、しのぶさん、こちらに来るまでレイナちゃんには無傷でいてほしいでしょ。レイナちゃんが怪我でもしたら、シュン君がどんなにあなたのことを恨むか知れないものね。で、こうしたらどうかしら。あなたが私に今その場でレイナちゃんの無事をお願いすることにしましょう。ほう、どうすればいいんです。その場所でこちらを向いて土下座なさい。こちらからも姉さんに忠告があるんですけど。問答無用、すぐに土下座するのよ。開いてる。ああ、夢にまで見た忍の土下座、決定的瞬間だ。
何をしてるの、あの子は。なんだお前らは。そっちこそ何を企んでるんだ。リエーナ、お兄ちゃま。こら。はあ、お兄ちゃま、どうしてこんなところにいるの。知らない人についてっちゃいけないっていつも言ってるのに。あのね、あのね、怖いお姉さんに連れてこられたの。また誘拐か。そいつ男なの。一体何をしてるの。これ以上人をバカにするとあの子の顔めちゃめちゃにするわよ。バカになんかしていませんよ。僕の忠告を聞いてほしいだけです。あなたに忠告なんかされる覚えはないわ。まあそう言わないで、ご自分の周りの状況でもご覧になるといいですよ。え？ええ？お嬢様、申し訳ありません。どういうことなの？そうだ、忍が来てしまう。そこを通しなさい。早く、忍が来ちゃうじゃないの。お招きに預かったので来ましたよ、姉さん。今度こういう真似を繰り返したら容赦しないと言っておいたはずですよ。この銃はね、あなたのみたいなよくできたおもちゃとは違うんです。ただの安物のおもちゃです。忍先輩、どうして最初から忍先輩が助けに来なかったんですか。無駄だよ、忍が自分で走り回ったりするかよ。そう、ちゃんとお前たちで解決してくれたじゃないか。貸しだぜ。借りとこう。あのね、僕ね、お兄ちゃまに新しいブラス買ってあげる。本当？どういう風の吹き回しなの、レナ。へへ、僕お小遣いたくさん持ってるの。え？いやー、ティラミスってお菓子だったんですね。知ってました？あれ、どうしたんです？引っ越しだよ。こんな危なっかしいところに住んでたら、いつまた忍にいじめられるか分かったもんじゃないわ。あ、どうして私だけが、いつもいつもこんなに運の悪い目に遭わなければいけないのかしら。あれ、忍ぶのまであるぜ。なんであの人、自分の弟のことまで探偵に調べさせてるんです。手塚忍ぶ、12月生まれ、AB 型、緑都学園3年生、昨年度生徒会長、長野県出身、長男明と美貌の姉、渚に次いで生まれた次男。ん？性格は最悪。姉を姉とも思わない態度は、冷血にして陰険。姉渚は、才能と美貌に恵まれながらも、幼少の頃から忍の一方的ないじめによって、逆境の日々を送ってきた。姉の復讐によって、忍が屈辱を受けねばならないのは当然である。そうよ、そうよ、当然なのよ。あの人らしいな。何感心してるんですか。やっぱりあんたたち三人とも兄弟が異常ですよ。まともな兄弟がいる人はいないんですか。まあ、渚さんほど状況をした人はなかなかいないと思うがな。何をもって正常とするかにもよるしな。僕んちは普通だよ。だってどう考えたって。お、ハスカワのもあるぞ。え、ハスカワ和也、1月生まれ、A 型、中学3年の時に兄の婚約者北にすみれに横恋慕。しかし告白もままならぬうちにストレスにより胃潰瘍で入院。ちょっと何なんだその資料は。待て、
こっからが面白いぞ。玉林寮に入ってからは実家にも寄りつかず、趣味もなければ彼女もいない暇な生活を送る。しかし数ヶ月前、墨の花女子高校2年生五十嵐宮と知り合う。そんなことまで、いつの間に。五十嵐にはすでに小泉天馬という相手がいるにもかかわらず、ハスカーはまたもどこれんぼするのであった。果たしてハスカーは五十嵐とうまくいくことができるのかと周囲の者をハラハラさせたが。待った、本当にそんなことまで書いてあるんですか先輩。の、あとは自分で読むか。ほれ、あ、あ、あ、我が友。